はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスジオニックフロント機動戦士ガンダム0079、ステージ4牙ある限り、今回はこちらをやっていきます。じゃあスタートと。ジオン軍による健康一滴の攻撃作戦であったはずのジャブロー攻略作戦は兵力が過小なために失敗に終わった。それはむしろジオン軍にとって貴重なモビルスーツ隊をすりつぶしただけの結果となってしまう。だが最も冷静に見ればこの失敗がジオン軍の軍事力に致命傷となったわけではない。皮肉な話だが投入した戦力が過小であったために失われた戦力も小さかったわけである。いずれにせよこのジャブロー攻略の失敗により短期決戦で戦争が終結する可能性は儚くも消え去った。幸いにもフェンリル隊に戦死者はいなかった。しかしフェンリル隊のパイロットたちは肩身の狭い思いをすることとなる。どこのモビルスーツ隊も戦友を失い全員の生還を喜びづらい空気となっていたのだ。ジャブロー攻略の失敗はキャリフォルニアベース内部に軍隊としての規律が崩壊しそうな兆しさえ感じさせていた。そしてついに連邦軍による大規模な反攻作戦が始まる。星1号作戦と呼ばれるこの作戦は地球規模、いや地球圏規模の大作戦として決行された。ジャブローの赤道下より次々と打ち上がっていく宇宙戦闘艦、それはまるで流星のようにも見える。しかもその数は明らかに艦隊規模の打ち上げだった。ここに至り連邦軍は独自のモビルスーツ隊を建設したばかりではなく、ルーム戦役で壊滅的打撃を受けた宇宙艦隊をも再建したのだ。北米大陸を占領し続ける限り連邦軍には負けないというのは空がジオン軍のものであるという前提の話だ。ジャブローからの流星が空へ昇るたびにジオン軍の勝利の可能性は消えていく。やがて連邦軍の大規模艦隊が空に展開すればジオン軍の制中権も失われてしまうだろう。空との連絡を絶たれた地上のジオン軍に未来はない。それは北米大陸の占領はおろか生存することさえ難しくなる。そこに待っているのは降伏か戦死か、二つに一つなのだ。キャリフォルニアベースにはこの連邦軍に対する攻勢作戦などの計画はなかった。連日連夜打ち上げられる HLV、 彼らが精力的に打ち上げているのは全て脱出のためだ。すでに多くの資材や人材が次々と空へ向けて打ち出され、ジオン軍は地球から大規模な撤退を決定していた。もはやキャリフォルニアベースは最盛期と比べ1割にも満たない戦力で動いていた。そしてそれらもまた順次空に戻っていく。連邦軍は反攻作戦の一環としてこのキャリフォルニアベース奪還と北米大陸解放を計画していることは間違いない。しかしすでにキャリフォルニアベースの実情は最後の HLV の打ち上げが終了するまで連邦軍の進撃を抑えることができない状態だった。そして下された闇夜のフェンリル隊への最後の任務、全ての HLV の打ち上げが終了するまで連邦軍の攻撃からそれらを守り抜くこと、連邦軍の進撃を抑えることができるのはもはやフェンリル隊しか考えられなかったのだ。フェンリル隊は空に戻れない。
いや、戻らない。闇夜のフェンリル隊は自ら地上に残ることを選んだ。牙ある限り。カリフォルニアベース HLV 打ち上げ場。おお、 HLV が登っていく。HLV1 個でどれくらいの物資とか資材とか送り込めるんだろう。自分は残ります。おお、ああ、明後日とか早すぎだろ。まあ確かに乗る人数が増えれば護衛が減るからね。てかもう戻れないでしょ、ここまで来たら。上がバカなら下もバカって。完全に上官を侮辱しているなこいつは。ゲラートシュマイザー少佐に敬礼。まあ今回は HLV を守ることになりそうだな。
この2つか守り抜くのは。チームはね3部隊しかないからね、これ上から来られたら死角があるな。おいおいおい、早速死角から回り込まれてるぞ。いや、めちゃくちゃ戦力を投入してきたな。発射まで5ターンか。ジークジオン。さて、なるほどね、こういう舞台展開か。まあ上はね、早急に。なんとかしないといけないから、まあ向きは別に後で変えられるんでクオリティでしょう。5ターンの間全ての HLV を被弾せずに死守できるか。マジか。ちょっとまずどうしようかな。やっぱり上の部隊はね誰もいないからね。といったな。こっちは舞台を展開させるか。でもハロはちょっと単独で動いてもらおう。ここはスキルを駆使してエネルギーの回復とかは自分でなんとかしてもらおう。だからまずこのザクでジムを攻撃する。1,2,3,4,565%。数では不利でも相手の隙をつけば。よし、3500でも減らしてくれればな。あとはハロでどうにでもなる。ここにいればしかも命中率は1089、余裕だな。よし、ここは迎え撃つ方向でいこう。この前線に出ている3機は全て破壊する。ハロで、ハイテンションはちょっといざとなった時のために残しておこう。まだ一撃で倒せるんで。で、下の部隊をどうするかな。アッザムで動き回るか。こいつらもちょっと待ちかな、そうすると。届かないよね、メガ粒子とか。で、もう一旦くらい待っても全然大丈夫だよな。でグフはさすがにめちゃくちゃ射程が短いから出すか、リクセンゲルグとかを。
よし、これでとりあえずこのターンはいいでしょう。んんん、誰、ああ攻めてくるね。ジムキャノンだけあってさすがに射程が長いな。うおー、めちゃくちゃ進軍してくるわこいつら。チャンスステップがどうのこうの言うより倒せるときに倒しとくか。ジムキャノン射程が長すぎる。敵の進行は俺たちで抑え込んでみせる。いやー、肩にある240ミリキャノン、げっちょっつえやべえ。ここの3人をとりあえずアッタムでこのターン中になんとかしかないといけないから。大丈夫、誰も死なせたりしないわ。そうか、アッタムはアッタム回になったんだ。 100%、 5000は絶対いけるでしょ、どう考えても。8900か。でテンションが上がってくれてるから、よし、ここの舞台は確実に破壊する。よし、9900。20使うのか、1回につき。で、ここもハロで、とりあえずぶっ倒せるやつだけぶっ倒しとこう。そうか、てか、ジムコマンドになってるからな。テンション上げてった方がいいかな。一応ちょっとザクバズーカで様子を見るか。9800、余裕だな。もうどん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 エネルギーを上げていこう。エネルギーをね上げていけば攻撃の回数が増えるんで、それだけ戦艦に戻らなくて済むからな。さて、一応ハロピットで倒せる敵は倒しておこう。陸ジムも倒す。うん、ここはもう安全だな多分。右とか結構やばそうだよな、右と下。グループ攻撃仕掛けるか。こいつと、スロック、こいつ。おらけ。さて、ここから、まず隊長機であるフルアーマーガンダム、ここを、すべての射程をカバーしよう。パワードジム。てかさ、普通に攻撃するだけで大丈夫か。3600でしょ、余裕余裕。あんまり余裕じゃねえな。ジムカイ、新しくなったジムカイの力を見よう。3600。所詮ジムなど敵ではない。でこいつはまだ結構元気でしょ。問題こっちだよな。フル攻撃は入らないか。まずザク。誰一人 HLV に近づけさせやしないよ。2700とか。初戦ジム対ザクか。どうしようかな、いる場所がないなこいつ。とりあえずガンタンクでこいつを攻撃して倒す。機動力を上げるか、ちょっとタンク命中をなんとかしたいからな。でここで全てをカバーする。ビームライフル、あれ
隊長どなたでしたっけ。あ、こいつ射程外だ。3700。このイフリートナハとかね、意外に強いんだよね、このコールド区内が。ザクラズカ、今度こそ最後まで仲間を守ってみせます。でイフリートに任せると、これはフェンリル隊の力もやっぱり借りた方がいいな。さすがに機動力が高いねイフリートは。どっちがグフだか分からん。で下も大丈夫でしょ、一応セーブしとくか。これだけの大部隊を送り込んでくるか。 HLV を上げない、まあそうだよね、 HLV を上げないってことは宇宙に戦力を増強させないってことだからね。反撃できるときに反撃しておこう。くっ、食らう。ザクマシンガン、まあ、進むやつ、まだ進まないやつはいるか。ゲッ、攻撃できねえし、こいつは攻撃できるでしょ。嫌なものやろう。エネルギーを上げていかなくては。エネルギーを、やっぱりマスターユニットはねどんどん強くなっていくよな。あと3ターン、結構長いな意外に長い。まずハロビットでこいつを倒すでしょう。3回ずつ攻撃できるエネルギーがあるか。これで66。で今50。近づけさせやしないよ。攻撃の射程範囲にはねまだ全然入ってないからね。で問題はアッタムなんだよな。これで多分3回攻撃するとエネルギーが9になるからね1回につきな、どれくらい回復するかなんだよね。マスターユニットが確かオプションパーツでね、エネルギーが一旦につき 5% 回復していくみたいなのがあったりするんで、そういうのが手に入るとねだいぶ楽になるんだけど、マスターユニットの運用が。上から来てんのか。これはちょっと上に移動してグループ攻撃でこの2体をロックにかけよう。ほらほら、よし。で、まあ、やっぱりね、頼れですね、イフリート。いや、使いづらいとか言ってたけど、使いやすいわ。機動力があれば、縦横無尽に駆け巡れるからか。ようやくファイタータイプの運用方法が分かってきたな。今のうちにちょっと一旦、いや待て、下からジムが来てるではないか。これはちょっとペンギン隊になんとかしよう。アースノイドを減らすちょうどいい機会だな。いつでも強気だねこいつは。グレネードランチャーとビームライフル、ビームライフルの方がいいかな。4800は無理だな。ちょっとマニングの力も借りるか。
所詮はねザクだからなこいつら。4600か。ガンタンクを入れるか。そうすると待てよ、ガンタンク支援でいけんな。当たってくれ。よし、ナイスだ。さらにここから狙っていこう。もう一歩か。ビームライフルはねちょっとね射程がね短いんだよね。確かに使いやすいけど命中率が高くて。ただこっちちょっとエネルギー不足になってきたな。ここの部隊をどうするかだよな。グループ攻撃で減らせるやつをどんどん減らしていこう。出力3体かけよう。ほらほらほら3200で、1体ずつ排除していくか。え、5900当たる？当たんねー。事務会さあ攻撃力を上げていこう。そしてパワードジム、パワードジムごっついな名前の通り。これは支援を入れよう。テンションも上がってくれていいんだけど、狙撃用ライフル。よしよしよし。で次あたりもうあれだな、リターン、あリターンってすぐ帰れるってこと。もう一個の部隊と交換しよう。11レベルか。ようやく幸運で帰ろう。おちょうどレベル8しかなかった。ジムセンターはまだ結構あるね。でこっちの部隊、ガンダム5号機の部隊を出そう。これはねやっぱりもう展開させておこう。イージートとかどうすっかなジムコマンドか。なんかどっかで見たよねこいつ。ジムコマンドだよねとりあえずこのターンもじゃあこれでいいや。まあ徐々に近づいてはいるけど、反撃はできないよね。クラウト危ない危ない。あと2ターン。もうハード部隊はね絶対大丈夫。ちょっとここはこいつだけ攻撃してエネルギーの回復に努めよう。で、アッタム29か。マジかこれ。え、ってことはハロでこいつを狙ってアッタムでこいつを狙ってちょっとエネルギーの節約だな。まあスキルはね使わなければ使わないで越したことはないんで、まあ、ハムの射程なら全然大丈夫でしょう。ミカミックスレベル28とかむちゃくちゃエースだな。スーパーエースだな。で上のやつをどうするかだよね。とりあえずザンジバルでこっちまで来て
敵味コマンド倒せない。マジか。帰れるやつは帰ろう。もう帰れない。ビームライフルも当たんねえなこれ。しょうがないな、それは。でエフリートを投入して、で帰還させよう。いや、ファイタータイプ意外にいいかもね。言うことがコロ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 変わるからな。ファイタータイプ使いにくいとかさ言ってたのに。でこいつはちょっと減ってるから、まあ、ここら辺で待機させておくか。でここのジム部隊、まあ、まずは戦艦だな。グループ攻撃で一体を確実に減らす。倒しちゃった。まあいいや。キャリーベースキャリーベースもね、変えたいっちゃ変えたいんだよね。もうホワイトベースあたりとかちょっとゲットポイント無理やり貯めて変えるようにしよっかな。イージーエイトでいくか。4000って当たるか。当たるか。よし、割かし落ち着いたな。もうイージーとあれなんだよね、進化させる先がないんだよね。でこのミニトレイはちょジム積んでるのか。ジム積んでるとはいえな、ここにもミニトレイが2体いるのか。回収できるだけの戦艦がねないからね。まあとりあえずこれで大丈夫かな。こいつめちゃくちゃ頑張ってんなこのザク。おーっと、射程外から6転送ミサイルランチャーが射程5あるってことか。あと1ターン任せなさい。で、このジム2匹は楽勝でしょう。いや、これサイコハローになった時楽しみだな。てかまだ9レベルか、これ当分先だな。ゼータガンダムとか行かないと無理なんじゃないか。下の部隊はまだ一応置いとくでしょ。でここも大丈夫だから一応全員帰還させよう。もう減ってるやつだからいるから。で問題はここだな。ザクを投入したいけど一応射程入るか。でこいつ射程長くね。そういうスキルを持ってるのかな。だってザクバズーカって普通5だもんね。4800あるもんな。グループ攻撃、まあ、2体しかいないからちょっと複数ロックかけてもしょうがないけど、しょうがないけど1体は減ってるから、これゲルググで倒そう。まだ当たんないか。射程が短いね。上ゲルググで倒せるか。4300って大丈夫だよね。さてでエネルギーが4しかないから戻るでしょう。じゃあここももう大丈夫だな。よし、 HLV はこれで死守はできた。一応ザンジバーで攻撃しとくか。さてこっからが本番かな。飛べ宇宙へ。一つは無事に上がったようだなってもう一つは
え、まだ時間かかんの？うおあ、一応脱出するんだね。これはなんだ、かっこいい陸上戦艦だな。ビッグトレー級の戦艦。もうやれるぞ。一気に3機もやられたもんな。今度こそ仕留めさせてもらうぞ、ジオン野郎ども。例のガンダムタイプ完成したのか。完全に復讐だな。おお、なんだ。これは何の機体だ。これ以上部下はやらせん。隊長の初陣だ。隊長の体ではモビルスーツの操縦は、あ、そうなんだ。工兵隊のザクワン。いや、新型モビルスーツでザクワンってかかろうとしているのか。発想を転換する必要がある。 HLV を見捨てよう。これでこそ発想の転換だ。守るんじゃなくて見捨てる。一丸となって、ああなるほどね、攻撃に転ずるってことか。あと5ターン。さらに5ターンか。あの HLV 何の準備してたんだ。あの、これどこから出てくるかだな。ハロの方から出てきてほしいね。下か。お、欲しい、これストライカーか。っていうかね、なんだかんだ言ってやっぱりね、待たないとね、4方向から来ることには変わりないから。戦力がちょっと減ったな。こいつは頑張ってくれてるよな、リースワガー。でエネルギーはちょっと回復できるときに回復しておきたいから、このジムだな。このジムは戦艦で倒すか。後ろ向いてるけど。後ろ向いてるっけ。艦砲射撃が当たらんからいいや。ここはやはりイフリートに任せよう。頼れるべきはイフリート。闇夜のベンリル隊にこそふさわしい機体だけどね、イフリートナハトは。じゃあここはちょっと待ちでいいかな。ミニトレー普通に攻めてきてんね。あとはちょっとモビルスーツをね、出してくれなきゃ困るんだよね。
19000は当たらないかな。13000、ここでモビルスーツを出してきたね。よしよし、どんどん回避しろ。取り持ちでもつけとけばよかった。さて、そろそろ物体展開をするか。あ、こいつらもいたんだったな。あと4ターン。てかザクワンってどうなのマジかこれ。まずはこれでミニトレイを破壊すると。マスターユニットに取り持ちをつけるのもいいかもね。でも取り持ちってね、結局1マス使っちゃうからね。ジムストライカーは確実にこれあれだよね、接近専用だからもうちょっとほっとこう。で、あとここら辺の部隊をねどう回収していくかだよね。こいつらもいつかは来ることだし、なるべくなお金は稼ぎたいしね。キャリーベース少し前に出すか。じゃあ艦砲射撃ミニトレ、ミニトレはさすがに弱いね。で、フルアーマーランダムの部隊を出しておくか。こんな感じでいいかな。で、こいつとマトロック、4から7、1、2、3、4、5、6、7、ギリギリだな。うむ、これでいいかな。ミニトレイはミニトレイで攻撃をしておくと。対空で2000の結果弱っ。さてさてさて、あとは回避をし続けてこのジムをパクる。マドロックさすがだな。フルアーマーガンダム、コンセプトは似た機体だからね。3600、5900。あと3ターン。あれ、もしやさ、あと3ターンすれば勝ちってことはもう攻めよう。まずこのミニトレイはグループ攻撃で仕留められれば仕留めたい。みんなのレベルを上げていこう。そうするとやっぱ戦艦を下に派遣する必要があるな。あとこれ捕獲するでしょ。まず どうしよう。ザンジバルを下に持ってくるか。間に合うかな。解凍して、出撃をさせておくか。もうあれ、てかなんでさグフ入れてなかったんだこれうちのグフか、全然気づかなかったな。いいや、ちょっと出しておこう。もうここの防衛はこいつらに任せて、もう戦艦をちょっと回収するためだけに下に走ろう。いやー、これなんかすげえ間に合わなそうだな。アッサムはアッサムでメガ流氷14000。まあいいや、次で、こいつはじゃあもう花は破壊しに行こう。戦慄の破壊魔だな。縦横無尽に駆け回る。で、これでもう左の部隊は気にしなくて OK ってことでしょ。ようやく10レベルか。届くかな。余裕だね。これやっぱ戦艦倒した方が
レベルは上がりやすいのかな。てかさ、機体に反映されるのか、パイロットに反映されるのか、それとも両方反映されるのか、いまいちわからん。で、こいつはどうすっかな。もうちょっと下げるか。このね、エイガーをね、ゲラートシュマイザーで倒すっていうね、ミッションがあるんですよね。なんで、もう一回近づけさせよう。スクラマがね、ちょっと、作ってんな、やっぱり。よし、これでいいかな。近づいてきてる。モビルスーツの展開はまだか。こいつをチャンスステップで倒して、うわ撃てない、完全に死角に入られたな。このジムストライカーはな、パクリオだからな、壊すわけにはいかない。あと2ターン。まずここに行くでしょ、でこいつを倒すでしょ。5100だから絶対倒せないから、ここはグループ攻撃で減らそう。クスロック3体かけるか。3000、いいね。ちょっと待って、危ない危ない危ないで、こいつでしょ。我々の手でこの基地を守り抜く。で、6000だからな、もう一発援護が必要だよね。こういう時にやっぱりね、ジムがね役立つんですよね。ジムの微妙な攻撃力が3400。ゴー強い。ガンダム相手にジムじゃ無理か。まあ2600はでもバズカ砲 78%、 まあ当たるでしょう。ガンダムの機動力と強力な長射程のキャノンとの融合、これぞまさに俺の求めていたモビルスーツだ。行くぞ。その程度の実力で我々を止めようとはな。強いこのザクワン強いぞ。エイガちゃんと脱出するよね、こいつ。脱出しないの？あ、逃げてった。めっちゃゲットゲージ溜まったし。いや、でもいらんわ。さすがにね、ザクワンはいらんわ。で、こいつはちょっと駆け巡ろう。このままちょっと右の部隊にね、合流したいんだよね。チャンスステップを駆使しながら。進めるだけ進んで、右のあのね、ミニトレイをね、倒したいんだよね。てか、このジムがやられる、マジで。ここは、意外に強い。ザクワン。で、このジム回で、倒そう。上からは大丈夫か、このヘビーアークとかいうの。おお、ジムスナイパー2持ってんだ。ジムやられそうだな。
大丈夫か、てか普通に間に合うかこれ。これでどこに捕獲できる。ギリギリいけそうか。ここに集中してきてくれたのは助かる。これ絶対外しちゃまずいよな。これ絶対外しちゃまずいからセーブしよう。命中率もね60、70あたりでやっぱり推移してるから命中率が上がるオプションパーツも必要だな。あ、そうか、反撃できる位置にいれば相手は反撃してくるから回避はされないのか。よし、あったのも大活躍だな。さて、まあとりあえず大丈夫かな。これを下の部隊に任せるか。モビルスーツが出てきてくれればな、そのままパクって移動してパクりたいんだけどな、このグフト。すっかり忘れてたな。反撃は不能か。モビルスーツ出てきてないよね。反撃は不能で、ここは絶対出てくる。あれ出てこなかった。モビルスーツ積んでないの、もしや。もともと出てたモビルスーツがそうなのか。お、反撃不能だ。めっちゃくちゃ広いね。てかエネルギーが単純にないのか。いや、うちのジム。ああ怖い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 。よし、あと一ターン。まずはこいつを倒す。そのためにはピンポイントで全支援を入れよう。これでいいんじゃん。どんだけ回避されてんだよお前ら。あ、いないね、積んでないね。じゃグフカスタムで倒すか。宇宙メインなのかな。グフとかマジ出番なくなるかな。で解凍して抜いて、で突っ込めるとこまで突っ込んで、確定して捕獲と入る入るね。よし、ギリギリだ。捕獲捕獲捕獲、やったぜ。さて、あとはこいつをぶっ倒す。ヘビー役、ここはちょっとスキルでもうハイテンションになろう。やっほーい。で、意外に強いこのザクワン、マジ役立つわ。ピンポイントアタック11000、戦艦をね、ピンポイントアタックさえすればめちゃくちゃダメージ当たるからね。イエーイ。あ、そうだ、ハロで右のやつ倒すとか言ってたな。届くかな。あ、届くな、これ届くからエネルギー回復させよう。エネルギー回復どっかにあったよね。ない。ここか。あ、これ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 、で、あのミニトレイをハードビットで倒せば OK。29レベル熱血で、このミニトレはね、もうさすがに無理だな。何も積んでねえし。で、捕獲をして
まあよく守りきったってとこだよな。あ、無理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 。やり残したことないよね。ここら辺も捕獲したし、そうだな。さあ、最後の HLV。羽ばたけ、空へ。行ったか。いや、パワードジムがやばいっす。降伏する。地下ドック。おお、勇ましい。全ての HLV を空に送り出した後、闇夜のフェンリル隊はキャリフォルニアベースから脱出した。こうして北米最大の拠点は失われ、戦いは地上から空へと移っていく。今後地上に残ったジオン軍兵士たちはますます厳しい戦いを強いられるだろう。だが闇夜のフェンリル隊は諦めない。祖国のため、大義のため、愛する者を守るため、ジオンの旗のもと戦場に身を投じた将兵たちはそれぞれの思いと理由を持って戦い、そして死んでいった。そうした思いを持って戦う戦友がいる限り、フェンリル隊の戦いもまた決して終わることはない。それからしばらくしてフェンリル隊は北アフリカのリビア砂漠にその姿を現した。彼らは北アフリカにおける最大規模の補給基地を奇襲。これにより連邦軍は北アフリカ方面の攻勢作戦の延期を余儀なくされた。だがフェンリル隊の潜伏する拠点を突き止めた連邦軍は兵力を動員してその拠点を包囲。籠城してなおも徹底抗戦を続ける中、空でのジオン軍最終防衛戦であるア・バウアー・クーは陥落した。そして一年戦争の終結。闇夜のフェンリル隊と雌雄を決するためリビア砂漠に到着したエイガー少尉はその事実を知る。そうか、戦争は終わったのか。ですがジオン軍は投降しないんです。戦争が終わったことを知らせても謀略だと言って全く信用しようとしません。ならどうする。このままでは我々は攻勢に出なければならないでしょう。戦争は終わったというのに戦死者は続くんです。全くバカな話だ。そうか、なら軍師を立てて説得するよりないな。軍師を立てる？
それはそうかもしれませんが、しかし今の状態では危険すぎます。大体誰が軍師に。非武装のヘリを用意してくれ。あれなら一人で操縦できる。一人でって、エイガー少尉、あなたが軍師に。ああ、そのつもりだ。この任務は自分以外に適任者はいないだろう。状況から考えても彼らは必ず説得に応じるはずだ。どうしてです、少尉。あの敵軍に知り合いでもいるって言うんですか。ああ、いるさ。立場は違うが、この戦争を共に戦った戦友がね。お、ヘビーフォークとブランリバル。ブランリバルってでも宇宙使えるよね。そうだよね、宇宙専用で、まあ、それを破壊したんだから。エネルギータンク3、最大エネルギープラス50。え、3で50しか上がんないのどういうこと。でここはちょっと捕獲ユニットだな、大量にいるね。うん、ジムストライカーとかどうしようかな。見られちゃいらないんだけどね1機だけ確保しとく。で、あと全部売っ払おう。78,350。いいね。で、グループ編成で、レベルの上がったやつらは、EG8 はもう無理だな。これ変えよう。ピクシーにしよう。いや、いいか。EG8 で置いとくか。ここら辺もな、大してレベルは上がってないからな。ジムスナイパー2とか。アッツァムだなアッツァムだけやたら活躍してるから。アッツァラス2じゃなくてアッツァムオルガに持っていこう。でゲルググとかはまだ2だからね。ゲルググキャノンとかゲルググの派生だな、ここら辺は。グフはイフリートか。グフはイフリートにするか。でイフリートはこのままギャンマクベがいる。マクベが、ギャンでも作る。じゃあイフリートね、強かったんだけどね。まあ、こっちのイフリートからまたイフリートにしていくか。でこれはもうガンタンクにしよう、普通に。よし、そうか。あと戦艦のちょっと能力を見て、よければ作っちゃおう。キャリーベースはね、長々と使ってきたけど、ヘビーフォークを見てみよう。これ地上用戦艦か。まあ、さすがにちょっとヘビーフォークはだから、ブランリバル。ホワイトベースに似てるけど、ホワイトベースがどれくらいな性能を持ってるかだよな。基本的にはね、やっぱね、移動力が欲しいよね、移動力が。ブランリバルいいね、20万円か。まあでもちょっともう少し様子を見るか。戦艦をね、そんなポンポン変えないんで。ここでなんかをゲットした。ゼータガンダム3号機とかすげえな。はい、ではということで、ジオニックフロントはこれで終了ですね。次回からまた新しいシナリオをやっていきますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。